はい。見てもらいたいんですが、はい、スキルね、全部マックスになりましたね。うん。これで、ね、子供に成長すると、ね、一つ特質がつくんで、はい、ま、騒がしいお隣さん、集合住宅の隣室の問題により、隣のアパートから聞こえる騒音は怒りを覚えます。不眠症を引き起こすほどです。ああ。そういえば、ここ来てから一回もなってなかったな、隣人トラブルね。あ、やべえ、パソコン壊れてる。気づかなかったな。ねえ、隣人のトラブルも、ねえ、このパソコンの故障もね、ケイコが戻ってきてくれないとどうにもなんないけど、まあ、ケイコね、まだ今仕事中なんですよね。だから、ちょっと、あれよ、エミリー、あ、ちょっと、あれ、文句言いに行って、うん、まあこう、これでね、まあ今ね、エイダをね、子供に成長させると特質が一個つくっていう話をしたかったんですよ、僕は。うん。なんでね、まあ、明日ね、誕生日パーティーやろうかなって思ってたんですけど、なんでいきなり。なんてめ、ほんとよ。なんでそういう重要な時にさ、そういうこと言うの？叱りつける。あれ、騒音について文句言わないの？侮辱するはしなくていいだろ、さすがに。それは、それだとこっちが悪者なんじゃん。うん。そうそう、これね。叱りつきじゃないで。苦情だよ、苦情。あ、なに、この野郎。これ、お前飲ましたれ。お前の魔法を見せてやれ。あ、てめえ。待て、この野郎。帰らせるかよ。くっそー。ちょっとね、なんか仕返ししてやれよ。あー、どうしようかな。魔法何も使えないもんな、エミリア。いたずら、あ、いたずらじゃない。もう意地悪。あ、意地悪な贈り物をしてやれ。おい、戻ってこい。はい。はっはっはっは。じゃあな。お前次ケイコに会ったら燃やされるぞ。覚えとけ。ってわけで、まあ。まあ、スキルもね、全部満たしてしまったんで、まあ、エイダに関しては今もうやることがなくなってしまったんですよね。ちょ、お前なんで家来てんだよ。お前今、ケイコ帰ってきたら燃やされっぞ、お前。あ、なんだ、お前。あー、ほらエイダが怒って壊したんだろ、これ、どうせ。あー、お前、死ぬぞ。
お前、死んだぞ。ウィビエス・ゾルプン・フラッ。あ、食らったな。ざまあ見ろ。お前これで終わると思うな。何、どうしたの？え、何、何、何今下がったの？ウシェンティス・ベプシア。お前これで終わると思うな。カッチカチですよ、ほら。カッチカチ。あれ、ちょっと待って。コフレドールどうしたの？コフレドール。ちょ、呼んどいて。で、まあ、なんか、隣人トラブルに久々に巻き込まれたんで、いろいろやってましたけども。あれよ、ちょっと、誕生日パーティーの準備をしましょう。ね。あ、今本書き終わってたのか、ちょうど。じゃあね、ちょっと、ケイコ、ケイコは？ケイコどこ行ったん？ケイコ？雪かきをする。いいよ、そんなのは。お前、まず体調整えて。ああ、お前結構ガタガタやな。トイレ。うん。で、二人もね、ぼちぼち、寝て。うん。寝ていいよ。で、あ、それ、エイダも寝て、もう。ね。はい。で、ケイコは体調整えてから、パーティーのね、準備をして、それが寝て、うん。ケーキとかね、作って、ごちそう作ってね、いっぱいね。で、それが寝て、こいついつまで固まってんだ？面白いから、溶けるまでこのままにしとこう。ね。で、結構ご飯食べて。で、それ食べたらどうしようか？あとは？楽しさがちょっと下がってるから、ちょっと、ゲームやって、で、ご飯作ってから寝て。うん。で、二人がね、起きる頃、まあちょっと寝足りないかもしんないけど、誕生日パーティー、やりましょう。ね。多分これだと昼過ぎになっちゃうかな。起きてから準備してもいいか？ね。今みんなと合わせて寝て、それから、で、いいか。ね。じゃあ結構ちょっと、まず寝る前にちょっとゲーム、ちょっとやってさ。ね。ちょっと楽しさ回復してから寝よう。ね、いいから、そういう自分と話すのとかいいから、友達とかね。よし、じゃあ楽しさも回復したんで、寝ましょうかね。お前まだ固まってたのか。あ、帰れよ。おっと、ちょっとね、お前溶けた？ようやく。
お、あの、エイダがおトイレ行きたそうなんでね、ちょっと行って。あいつ大丈夫？なんかやべえことになってるけど。え、こいつやべえことになってるけど、ズタボロやん。怖っ。よかったな、その程度で済んでな。エイダ、トイレ急いで、あの、漏れちゃうからね。悲しい。うん、おもらししそう。急いで急いで。エイダ、エイダ急いで。エイダのね、おまる使ってる姿が可愛くてね。ブーッ。可愛くないっすか。ブッ。あ、可愛い。かわいい。おいなー、はーい、あ、すっきりした。あいやいやいや、あ、でもさ、ご飯食いたいよね。なんかどっちか起こしちゃう？ちょっとねえ、どっちかいないとご飯もらえないの。あ、でもちょっとエミリアもちょっと腹減ってるな。ちょっとエミリア、ご飯あげて。ついでに自分もなんか食ったらええかな。うん、はい、じゃあね、ご飯あげて。何を、お前いつもさ、なんかレンチンのチキンナゲットあげてるけどさ、もうちょっといいもんないの？てか、なんでさ、チキンナゲットだけさ、レンチンするの？他のやつなんかスッと出すじゃん、なんか。どこからともなく。虚空からさ。なんでそれだけレンチンしてんの？早くあげて。いい時間だけどさ、もう。エイダ、まだ全然寝足りないもんな。主役のエイダが体調整ってないと、さすがに誕生日パーティーは始めらんないよね。はい、どうぞ。ちゃんとお食べ。うめえか、レンチンしたチキンナゲットは。それチキンナゲットだよね。うん、ね。こら、しらかさねえでちゃんと食え。エミリア、早くご飯食べない。お前さ、なんかドラム缶みたいな体型になってるけど、どうした？もう最近ね、ケイコはね、ちょいちょいなんかダイエットっていうかトレーニングさせてんすよ。おかげで割といい体になってんだけど、ちょっとエミリアね、ちょっとあのビーボーザーなんだっけ、執筆ばっかりさせてたんでね、ちょっと太っちゃったね。まあいいよ、しょうがない。終わったらね、誕生日パーティー終わったらダイエット始めようね。じゃあエミリアはそれ食ってトイレかな。ああ、もうエミリアはもう起きちゃっていいね、体力ほぼ回復してるし。エイダは、うん、もうちょっと寝てくれ。うん。ケイコはどう？この間に回復した？少しは。うん、まあまあかな。まあまだ、もうちょっと寝てていいや。はい。ケイコ起きて。おっと、あ、明日冬祭りか。オッケー。じゃあ今日、誕生日やっちゃおう。ね。なんだっけ。まずケイコの飯を。おっと、
あ、ないな。食い物がないな。とりあえず、なんか、かたして、なんか作って食べて、したら。料理する。どうしようかな。カレー。カレー、パーティーサイズ。あれだ、誕生日パーティー来たやつに全員に火吹かしてやろうぜ。って前もやったな、これ。で、エミリア。いや、なんか、ケイコが寝てる間にちょっと、ダイエットさせといたんですよね。うん。片付けいいよ、後で。もうちょっとやっとけよ。限界突破、地球層。行ったれ、行ったれ。あ、ギータの魂が消えかかっています。あー、ババアが消えかかってるってよ。あー、まあ、いいや。しゃあないよ。そういうこともあるさ。ね。はい。ダレル。うん。いいよ、お前用ねえわ。エイダは、もうちょっとかかりそうだね。主役のエイダがね、元気になってくれないと、しょうもねえから。早くして。で、エミリアもあんまりやりすぎるとちょっと、疲れちゃうだろうし。あ、ちょうどだから、ケイコがカレー作り終わったらさ、カレー、それ、もらおうよ。ね。それまで走り込んどこう。じゃあ、ケイコ早くカレー作って。ね。はい。じゃあ、そうね、一回閉まって、で、エミリアもそのカレー食べて。うん。お腹空いたでしょ。で、エイダは、まだ。もうお昼なっちゃったじゃん。マシカ、アリシャボー、フォノー。ケイコは早くご飯食べて。もう立って食うなよ。お前なんで二人して冷蔵庫の前でさ立ったままカレー食ってんだよ。じゃあ終わったね。じゃあケイコはトイレ行って自分にゴシゴシコスールをかけて、で、料理を作る。ね。ケーキとごちそう。ね。グルメ料理。グルメ料理のスキルって持ってないから、ごちそう会の料理で行こうか。じゃあ、ここは奮発してね、七面鳥のディナーね、作って、で、さらに、ケーキを。ね。誕生日用のケーキを作ろう。ホワイトケーキがいいかな。うん。じゃあ、それで、お願いします。エミリア、まだ食ってんの？そうだ。思いっきり楽しんでやろう。な。なんか嫌な音したな、今。あ、冷蔵庫壊れてんな。あ、エミリア。ちょっと、今、ケイコは手離せないから、ケイコが料理終わる前に修理して、ちょっと。急いで。何やってんの、ケイコ。ケイコが次の料理を作り出す前に、もう終わったの？はいよ。ゴミを捨てる。
なんで着替えた？おい、ちょっと待て。エミリア、どこ行こうとしてる？ゴミを捨てる。あ、いや、ゴミを捨てればいいんだよ。俺が指示したんで。部品を取り出してねえや。あ、もうめちゃくちゃや。なんか、ケイコ、また失敗してんだろ、お前。余計なアクションを入れなくていいから、ちゃんと作れよ、お前。エミリア、どこ行くんだよ。エミリア、もう、なんで外遊びに行くんだよ、お前は。いいから戻ってこい、早く。はい、ゴミ捨てとくよ。あいつどこ行ったんだよ。早く戻ってこいよ。もう。で？え、まだ寝てんの？早くしてよ。遅いよ。お前何やってんだよ。余計なことしてんじゃないよ。早くして。で？エミリアどこ行ったの？ああ、いい、ああ、いい、そんなん直さなくていいやもん。そんなん隣のやつが直せばいいよ。いいよ、トレーニングしてな。お前早く痩せろ。で、エイダは？まだ寝てんのか。早くしろよ、お前もう。もういいや。起きて、エイダ。もうダメだ。もう、時間かかりすぎよ。今日中に誕生日パーティーできなくなっちゃうよ。元気じゃねえよ。大丈夫だよ、今日もらえるから誕生日。エミリアは、もういいや、ちょっとさ、お前ちょっと臭いからトイレじゃねえ、風呂行って、風呂ね、うん。で、ちょっと眠くなっちゃったじゃん、ほら、エミリア早かったからさ。あ、元気できたの？なんだ、電話かかってきてるよ。いいよ、来いよ、もう。で、おい、ケイコ、もうやろう。誕生日パーティーやろう。もういつまで経っても始められねえわ。うん。はい。誕生日パーティー。ね。これをやりましょう。誕生日のシム、エイダね。で、ゲストは、エミリア・ケイコ。うん。この辺バンバン呼んじゃおう。あ、てめえらみんな来い。こんな感じでいいかな。サービス係は雇う。エンターテイナーも雇う。で、バーテンダーも雇う。うん、OK。で、当然場所はここ住居、思われるね。はい、ここでやります。始めましょう。